愛知県、中学、高校、人気制服ランキング。まずは中学校から。第5位、名古屋女子大学中学校。名古屋市にある、私立女子中高一貫校。冬服が紺のセーラー服。前ボタンで留める、ジャケット式の可愛いデザイン。胸元は大きなリボンで留める形のもの。夏服もセーラーですが、色合いは上が白となります。大きなブルーリボンがさらに映えます。爽やかな女子高生をイメージできる、セーラー服です。第4位、愛知中学校。名古屋市にある、私立中高一貫校。男女ともに上着は、コンブレザーと白ワイシャツ。男子は白ワイシャツにグレースラックス、青地の柄ネクタイを着用。女子は白ブラウスにチェック柄スカート、青地の柄リボン。とても可愛らしい制服です。こちらはもともとお寺が創設した仏教系の学校。キリスト教系がミッション系と呼ばれるのに対して、こちらはシャクソン系といったところでしょうか。第3位、愛知淑徳中学校。名古屋市にある私立女子中高一貫校。冬服が紺地セーラー服。カラーに白ラインが3本入り、胸元には水色のリボン。夏服は白地セーラー服で、カラーとリボンが水色の可愛いデザインです。第2位、聖霊中学校。瀬戸市にある私立女子中高一貫校。上着は可愛いデザインのコンジャケット。白ブラウスにコンスカートで赤のリボンがとてもおしゃれなアクセント。ベレー帽やボレロなど他校にはない要素も、この学校の大きな特徴となっています。こちらはカトリック系のミッションスクール。制服のデザインにも現れている通り、宗教教育に力を入れていることも、この学校の特徴です。第1位、金城学院中学校。名古屋市にある私立女子中高一貫校。冬服は紺基調でカラーに白ラインの入ったセーラー服。夏服は白基調に、スカートとカラーが紺地で爽やかなセーラー服です。冬も夏もとても可愛いデザインと評判です。2018年にセーラー服の発祥が金城学院だと判明。伝統ある制服です。なお、東海圏では女子校御三家として、先ほど紹介した愛知淑徳、杉山女学園と並んで SSK と称されている模様。続いて高校。第5位、名城大学附属高等学校。名古屋市にある私立高校。男女ともに上着がベージュのブレザー。男子は水色ワイシャツにグレースラックス、白黒ギンガムチェックネクタイに特徴があります。女子は独創性のあるチェック柄、スカートが特徴的。上着もセーラー服調デザインとなっています。なおこちらの制服は、ズッカのデザイナー、アキラ、小野塚氏デザインの制服です。第4位、聖カピタニオ女子高等学校。瀬戸市にある私立女子高校。上着はコンブレザー、白ブラウスにチェック柄スカート、水色リボンを着用。夏服はセーラー調のフォーマルシャツか、白半袖ポロシャツを着用します。とても可愛いデザインです。なお、瀬戸市は陶磁器の生産地として有名。陶磁器を表す、瀬戸物はこの地域名が語源なのだとか。第3位、安城学園高等学校。安城市にある私立高校。男女共に上着はコンブレザー、白ワイシャツ。男子は白ワイシャツにフォーマル地はコンスラックス、青ネクタイ。普段は、グレースラックスに赤系ネクタイです。女子は白ブラウスにフォーマル地はコンスカート、青リボンを着用。普段は、チェック柄、スカートに赤系ネクタイを着用しています。安城市で毎年夏に行われている安城七夕祭りは、日本三大七夕祭りと言われているとかいないとか。第2位、名古屋市立西洋高等学校。名古屋市にある市立高校。男女共にスッキリとしたシルエットの紺のスーツスタイル。男子は上着と同じ色のスラックスに白ワイシャツ、ネクタイを着用。女子はチェック柄スカートに白ブラウス、リボンかネクタイを着用。男女とも同じデザインのシックな制服。この3つボタンを強調したデザインがかなり特徴的と言えるでしょう。いよいよ第1位の発表。第1位、南山国際高等学校。豊田市にある私立高校。男女ともに上着はダブルのノーコンブレザー。男子はグレースラックスに白ワイシャツ、紺地に青のストライプ柄のあるネクタイを着用。女子は白ブラウスにチェック柄スカート、男子と同じ柄のネクタイを着用。ダブルのブレザーが珍しく、とても可愛いデザインの制服です。校章を見てもわかる通りこちらもミッション系。愛知県はミッションスクールが多い土地柄なのでしょうか？いかがでしたでしょうか？今回紹介した以外にも、制服が人気の学校は山ほどあると思うので、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録もお願いします。